一民間人がどこで何を言おうと、これは言論なんです,何でもない,です、はい。僕がね、例えばもう沖縄の新聞つぶれるやゃ、もう浅朝日新つぶれるや毎日新聞つぶれるや言うたところで、ね、あるいはもうその安倍政権つぶれろ、あ民主党つぶれろ、社民党死ねと言うたところでね、これはもう私の自由なんですよ。 えー、県内の移設、選択肢を否定するものではない、これ、1、2、3三とありまして、ですね重要なことはね。えー、まあ、改めて、沖縄の2つの新聞は、もう、クズやなと思いましたね、<laughs> はい。<laughs> 潰れるというのはね、あの僕にはね、そうそう、これ大事なことですね、僕が仮に、えー、2つの新聞社を潰す力がある、そういうようなあ権力がある、これです、これです、これならね、あのまあ、言論ダンス、 と非難されても,それは仕方ないもし私に潰す力があればね、でも私ね、どんな力がありますか、なんの力もないんですよ、アホみたいにこうやってしゃべっただけ、ね、でそれがな、ね、い、だから全然元老だなってもなんでもない、で、私がねあの、確かに朝日新聞を潰れてほしいと思ってます、でね、沖縄の2人新もを潰れてほしいと思ってます、で、もう、思うのは勝手ですからね、僕はいええ、もう、普段でもあいつ死んでほしいな思う人いっぱいいますからね、はい、思うのは勝手。はい